2000万年前の海を恐怖に陥れた巨大ザメ。1300万年の間、この体重60トンの怪物は地球の暖かい海を支配しました。このメガロドンは現代でも深海で生き続けているのではないかという都市伝説が存在しています。海で泳ぐのに絶好の暑い夏の日、仰向けで海に浮かび目を閉じて冷たい水と風を感じながらうとうとしていると、足に何かがぶつかります。目が覚めたあなたは突然現れた恐ろしい存在にうろたえ始めます。ああなんだ、いたのは可愛いヒレと鼻先を持つイルカでした。海でイルカに出会えるのはとてもラッキー。手で触れられるほどの距離に近づいてきてくれています。イルカの皮膚はゴムのような質感だという噂もありますが、どちらかというとゆで卵のような感じがしました。群れのうちの一頭が目と鼻の先までやってきています。海の香りがあなたの鼻いっぱいに広がりました。そういえばイルカに感染はないんでしたね。ということはイルカは汗をかかず匂いもさせないはずです。この匂いはイルカが泳ぐ周りの匂いによって生まれているものです。史上最大の海の捕食者メガロドンは何百万年も前に絶滅するまで長らく海を支配し続けました。しかしメガロドンの化石はほとんど残されていません。あるのはただその歯のみ。その大きさは平均的な大人の手ほどもあります。サメの骨格はほとんどが軟骨でできているため、すぐに分解されてしまいます。そのため骨格の化石標本は残らないのが普通なのです。幸いメガロドンの歯は生え変わり続ける性質を持っていました。一頭のメガロドンは生涯に4万本の歯を生やしていたと考えられています。この残された歯を手がかりに科学者たちは太古のサメの様々な種類を分類できたのです。メガロドンには276本ほどの歯が並んでいました。抜けた歯は海底に沈み、そこで何百万年も残り化石となりました。それを唯一の手がかりとしてメガロドンの研究は進められています。歯の化石は世界中で発見されています。つまり当時の海生哺乳類とは違い、メガロドンは特定の海に縛られた存在ではなかったのです。現代のサメや海生哺乳類は特定の海域に住む傾向を持っています。しかしメガロドンは世界中の熱帯と亜熱帯の海を自由に泳ぎ回っていたと考えられるのです。唯一歯が発見されていないのは凍える北極海です。メガロドンが映画やテレビに登場すると、それは巨大なホホジロザメとして描かれていますね。確かに最近まではメガロドンとホホジロザメが同じ系譜にあると考えられていました。しかしこれは事実ではないことが分かったのです。メガロドンはどちらかというとホホジロザメの祖先、マコザメのライバルのような存在でした。つまりその姿はホホジロザメとは似つかなかったと考えられるのです。実際のメガロドンは短い鼻先を持ち、広い胸びれを持ったがっしりとした体格をしていました。どちらの種も嗅覚に優れていたため、例えばあなたが太古の海で生肉片手に泳ぎに出たら生きて帰れはしないでしょう。まあ現代でも危ない行為ですがね。一部の人が信じるように深海でメガロドンが生きていようがいまいが、その他のサメがうようよ泳いでいるのが現代の海です。九段の太古のサメはどちらも巨大な海生哺乳類を捕食していたため、互いに共存するような関係でした。うっかりメガロドンがそのライバルを食べようとしない限りは、それぞれのサメは違った狩りの手法をとっていました。ホホジロザメの系譜は真下へ潜り、獲物のむき出しのヒレや腹といった急所を狙いました。メガロドンの歯は時折クジラなどの巨大な生き物の骨に食い込んだ形で発見されています。泳ぎに使うヒレにダメージを受けた獲物はそのまま立ち往生するほかありませんでした。とはいえクジラはメガロドンの主な獲物ではありませんでした。アシカや海牛、イカ、イルカ、その他のサメがメガロドンの食性を主に支えていたのです。また小魚を食べることもあったようです。巨大な獲物に舌鼓を打った後は小魚でデザートといった感じでしょうか。甲羅で守られたウミガメも安全ではありませんでした。メガロドンにとっては歯ごたえのある獲物だったわけです。コンピューターシミュレーションによってメガロドンの狩りの手法が再現されています。
これによりメガロドンの攻撃方法は現代のサメとは大きく違っていたことが分かりました。現代のサメは獲物の腹などの急所にまっすぐ突進します。しかしメガロドンの歯は硬い軟骨を噛み砕くのにうってつけの形で生えていました。メガロドンはまず獲物のヒレを破壊し、2人の大人がすっぽり入る幅です。恐ろしげな名前メガロドンは2つのギリシャ語を組み合わせて作られています。一つは大きいを表すメガス、そして歯を表すオトンド、2つつなげて大きい歯となります。その名の通りメガロドンの歯は人の頭ほどの大きさを持っています。全部で276本の巨大な歯が5列にわたって並びます。歴史上それほど大きな歯を持っていたとされる生き物はサーベルタイガーの仲間数種とティラノサウルスしかいません。その対決風景も見てみたいものですね。メガロドンは何百万年前に絶滅し、現在は歯の標本しか残されていません。メガロドンは文字通り少しの痕跡だけを残して消えたのです。当時時代の変化とともに海水位が下がり海の水温が下がりました。この時海の生き物の3分の1以上が絶滅したと言われています。すると食物連鎖を支える多くの生き物がいなくなったことになり、その頂点に立っていた捕食者たちは大打撃を受けることになりました。そして暖かい太陽を愛するサメは暖かい海で繁殖をしていたため、それができなくなってしまったのです。メガロドンはホホジロザメの姿で描かれることが多いようですが、これは実際の姿ではないと言われています。実は現在のホホジロザメの祖先はメガロドンと同時期に海に生息していました。しかしこの2つの種はライバル同士で争いを続けていたのだそうです。ホホジロザメは小さな体と敏捷性で勝負を仕掛け、メガロドンの獲物を次々と奪っていきました。またメガロドンの稚魚も捕食していたのだと言われています。稚魚といっても体はホホジロザメの半分ほどはありましたが、これもメガロドンにとっては絶滅のきっかけになったようです。ちなみにメガロドンの稚魚の大きさは2メートルほどだったと言われています。ホホジロザメは大人のメガロドンにはかないませんでしたが、その獲物を盗みました。その結果メガロドンは巨大な魚やクジラを捕食するしかなくなり、そのクジラたちも水温が下がった海へ移動していきました。そして冷たい海に適応したクジラたちはメガロドンを置き去りにしていったのです。氷河期に入りメガロドンには飢えるか凍えるかという運命が残されていました。そんなメガロドンの見た目はホホジロザメではなくオオメジロザメに似ていたと言われています。鼻先は短く、下顎は平たく、広い胸びれが体を支えました。その恐ろしい見た目とは裏腹にメガロドンは子煩悩だったと言われています。メガロドンの繁殖地の跡がフロリダやメリーランド、パナマなどで発見されています。メガロドンは浅瀬で子供を育て、その結果それらの跡からは小さなメガロドンの歯が多数発見されることになっています。ウバはいたのでしょうかね。しかしどうしてこれほどの数の歯が残されているのでしょうか。なぜかというとサメは荒々しく獲物を食べるため歯が頻繁に抜け落ちるのです。サメの歯は 1,2 週間で抜け替わります。生涯で生やす歯の数は4万本だと言われています。歯の妖精さんからいくらもらえるのでしょうね。この生態を持つためメガロドンの歯は頻繁に海底へと落ちていきました。我々にとって幸運だったのはこの部位がサメの体で最も硬い場所だったことです。そのため数多くの歯が化石標本となりました。このメガロドンの歯を初めて見つけた人はさぞ困惑したことでしょう。メガロドンの歯を初めて発見した人々はこれを古代の海蛇の舌の化石だと勘違いしていました。下の石とも呼んでいたようです。またメガロドンは恐竜と同時代に生きていたという都市伝説があります。これが本当だったらクールだったのですが、恐竜は6600万年前に絶滅しています。メガロドンの時代はそこからずっと後に訪れました。最古のメガロドンの化石ですら2300万年前のものです。とはいえその年代の判定は正確に行うことは難しいと言えるでしょう。
メガロドンが現れたのは人類が進化する前、最古のホモサピエンスが出現したのが250万年前です。しかし仮にメガロドンが絶滅しなかったとしたら、メガロドンが生息していた頃に比べクジラの個体数は激減しています。ですからそもそも獲物が十分確保されないことでしょう。またクジラはかつてよりもずっと賢くなっており、身を守る術を心得ています。倒すのも手ごわいと言えるでしょう。メガロドンは1日に12トンの食料を得ていたと考えられています。メガロドンが今も生きていてそれだけのものを食べていたとすれば、小魚も獲物にせざるを得なくなります。そうすると人が食料にしている大型の魚も姿を消します。またメガロドンが小型船舶を追跡し、取ったばかりの魚を奪うことも考えられます。スーパーマーケットの鮮魚コーナーは寂しいものとなるでしょう。また海は温暖化を続けているため、メガロドンの繁殖スピードも上がる可能性があります。するとその個体数も増え、海を大ぐらいマシーンが泳ぎまくることになります。またその子供もどんどんと増えていきます。そうなれば貨物船や客船も被害を被ることがあるでしょう。デッキで日光浴をしていたらメガロドンがこんにちはなんてシチュエーション、恐ろしいと思いませんか？海水浴もできません。浅瀬はメガロドンの繁殖地ですから危険極まりないと言えます。きっとこんなことが起こるに違いありません。なあ、さっきまでビーチバレーしてたあいつらどこ行った？2047年7月21日、南カリブ海。ついにその日が来ました。あなたが働いている研究機関がパナマ沖で巨大ザメ発見の知らせを受けたのです。そして地元の科学者が信じられない事実を確認。そう、メガロドンです。あなたはそれを至近距離で研究する任務に送り込まれました。今日はあなたの誕生日でもあります。でもお祝いしている暇はありません。研究するための準備は完了しています。10頭の象を眠らせられる量の麻酔でメガロドンは動けなくなっています。ですが厳しいタイムリミットがあるのです。鎮静状態は30分で溶けてしまいます。さあ始めて。研究主任がゴーサインを出します。幸運を祈るよ。タービンには絶対に触らないように。そうなんです。エラから水が通るようサメの体の前面にタービンが取り付けられたのです。水の流れが止まるとメガロドンは呼吸ができなくなります。了解と言い海に飛び込むあなた。時計のタイマーは余裕を持たせて25分にセット。サメは水面からそう遠くないところにいます。体長18メートル、体重はおそらく50トンほど。電車一車両の大きさといえば分かりやすいでしょうか。大きめのメスのサメですが、オスの場合は12メートル以上にはなりません。あなたは近くに泳いでいき、手袋を片方外して手を伸ばしサメに触れます。肌は小さな歯のような鱗に覆われていて、サンドペーパーのような感触を持ちます。それは尾ひれに向かってカーブしていて、泳ぐ際に水の抵抗を減らす役割をします。どんな調子だい？急いで。順調です、ペレス教授。すぐに完了しますよ。あなたはタブレットを取り出して X 線のアプリを開きます。そしてサメの体をスキャンすると、画面はサメの強い筋肉の詳細を表示。体の赤い部分は酸素を必要とし、長距離移動の助けとなります。そして白い筋肉組織は酸素が十分足りていて、急速にスピードを上げるときのみに使われます。骨格表示に切り替えると、軟骨、つまり人間の耳や鼻を作っている骨と同じ柔らかい骨が見えます。サメの体を軽量化することで、貴重なエネルギーをあまり消費することなく水中で動くことができるのです。その秒速約5メートルの素早い動きはホホジロザメのスピードの2倍。サメには肋骨がありませんので、陸に上がると自分の体の重さで内臓が潰れてしまうのです。年齢は何歳かな？そう思ったあなたは背骨をズーム。顎と同じように石灰化されていて強力のようです。アプリで椎間板の一つを横切りにします。椎骨に帯があります。木の年輪と同じように、それでサメの年齢と成長史がわかるのです。数えてみましょうか。15、
人生半分ぐらいまで来たところですね。頭蓋骨は密度の高い軟骨で Y 字型の脳を守っています。突き出た鼻はスポンジのように柔らかで、衝撃を受けても折れることはありません。鎮静解除まで20分、状況はどうだ。主任研究員が再び無線を送ってきます。筋肉と骨格の分析が終わりました。感覚器官に移ります。ラジャー、黒く美しい目の方に泳いでいきましょう。あなたの背骨が凍りつきます。すぐに獲物になりそうな無防備なあなたをじっと見ているように見えるからです。ぐっすり眠っているってわかるようなまぶたがあればいいんだけどね、とつぶやくあなた。目の後ろに小さな穴が見えます。あれが耳だ。サメにはもちろん外耳はありませんが、素晴らしい聴力を持ちます。この巨大な魚はアメフトのフィールド10面分の距離からでも、あなたが水中で手足をバタバタさせているのが聞こえるのですから。不規則なしぶきの低周波音はサメの注意を引きつけるのです。それは怪我をした獲物であるということを意味するからです。あなたはそこから側線に沿って泳ぎます。並んだ毛穴が体の側面に伸びています。水のわずかな動きでも感知することができるサメの体の特別な仕組み。獲物がどんなに遠くても、どの方向であっても感じることができるんです。サメの体全体が巨大な耳のようなものなのです。ちょっと鼻の穴を見せてもらうね。鼻は獲物の匂いを嗅ぐだけのもので、人間のように喉や呼吸器系にはつながっていません。ですのでサメはくしゃみができないのです。ほんのわずかな匂いも鼻腔を通っていきます。そして感覚細胞に覆われた皮膚のひだを抜け、情報を脳につながる嗅球に送ります。ホホジロザメはオリンピックサイズのプールに一滴の血が混ざっただけで、その匂いを嗅ぐことができます。あなたは時計をチェック。あと10分。エラをチェックすることにしました。水が流れ込み、酸素を抽出しています。体が二酸化炭素を取り除き、肺の機能を果たしているのもここですが、酸素と二酸化炭素の交換は細胞レベルで起こり、輸送をするのは血液です。循環器の表示に切り替えましょう。ありました。 S 字型の心臓です。体の大きさに比べて小さく、心室は2つしかありません。心臓はエラに血液を送り、そこで酸素を抽出し、体の組織に移動していきます。筋肉は動き続け、サメの体を常に前進させ血液を温めるのです。また心臓に達し、それが可能なのは心臓から出ていく血管と動脈が互いに近い位置にあるためです。メガロドンは周りの環境よりも血液が温かいため、他の魚のように水温に左右されることがありません。暖かい場所を好むとはいえ、より冷たい海でも狩りをすることができるのです。それでどんな獲物もメガロドンからは